Buongiorno, oggi sono davanti a Duomo di Orvieto, una chiesa sontuosa di Italia.皆さん、こんにちは。今日私はこのオルビエト、ウンブリア州の大変美しい町の大聖堂であるドゥオーモに来ています。私の後ろにあるのが初期ゴシックの最高傑作と言われます、大変美しいファッチャータと呼ばれる正面を持つドゥオーモの広場に来ています。さて、今ちょうど西日に照らされたドゥオーモの方へと皆様をご案内していきましょう。なんとこのドゥオーモ、13世紀におそらくフィレンツェの有能な建築家であるアルノルフォ・ディ・カンビオが設計したと呼ばれ、あのフィレンツェのドゥオーモのクーポラを設計いたしましたブルネレスキが、大変この横の美しい円形状のこの建築をサントスピリト教会にも利用したと呼ばれるこのドゥオモ広場。さて、このドゥオモの特徴的なのがこの大変美しいファザード正面装飾なんです。ゴシックらしい尖塔アーチ、そして一番上に突き刺さるようなグリエと呼ばれるのも、そして美しいモザイクも、そしてこのファッチャータの彫刻も、なんと当時の有能な20人以上のここトスカーナ、ウンブリアを代表するアーティストたちが作ったものが今でも見ることができます。ちょうど私のこちら側が入り口になります。入り口なんですけれども、もちろんこの教会が入場料が必要です。カテドラルとサンブリッツィオ礼拝堂に入るのが3ユーロになります。そしてこのグループの人が説明している有名なこちらのリリエーボと呼ばれる彫刻、これキリストの最後の審判が書いてあります。一番上にはイエズス・キリストがいて、よく見ると見てください、墓から蘇ってきた人々が地獄に落ちる恐ろしい姿、この人々の悲しむ表情や耐えている表情は、当時1300年代の彫刻としては大変斬新なものだったと言われています。そして一つ一つのこの大理石のところにもこのような美しいモザイクがしてあるんです。一つ一つ外から見てるだけでも飽きない彫刻ですよね。向こう側にも彫刻が続きます。左側は旧約聖書、よくご存知の人間の創造やアダムとイブの物語、これが左側に見ることができます。これがアダムの創造、そしてイブの創造、そして悪魔に騙されて2人はエデンの楽園から追放されるというのが見えます。それではまた。